こんにちは、この花の寒月です、今日は帯締めの、結び目の宝を重点的に、ご説明したいと思います。先日はこう、帯が緩みを引っ張って出したりとか、房の綺麗に見えるようにっていう話をさせていただいたんですが、今回はこの結び目のところを、ご案内したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、結んでいきます。ちょっと後ろ叩いて前に緩みが出るようにしてあげます。はい、結んでいきますね。左が上です。一結びします。斜めにキュッと引っ張る、縦にします。これで緩まなくなります。はい、そうしましたら右手の親指で結び目の上を押さえてあげます。今度左手と変えます。下に落ちた帯締めを引っ張ってあげます。でギューッと引っ張ってあげてください。これで房のところを帯の奥にかけてあげてください。そしてあと位置を確認ですね。はい、で、縦のここが、これ一色なのでわからないんですが、ここ裏目になります。で、縦が左側にくる結び目の、はい、これが、帯締めの、基本の結び方になります。ちょっと下ですね、構えてあげるとこなれた感じになります。はい、これが、帯締めの結び方です。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。